嬉しすぎて涙が出ちゃうことってあるんだ。ありがとう、お兄ちゃん。もう平気だよ。明日は大変なんだし、もう寝ないとね。おやすみなさい、お兄ちゃん。ピピピ、ピピピ、ピピピ。ピピピ、ピピピ、ピピピ。びっくりした？おはよう、お兄ちゃん。なかなか起きないんだもん。お寝坊さんは、ね、だよ。出るよ。ちょっとだけだけど、こっち向いて。うん、まっすぐ。苦しくない？そんなことないよ。初めての実習だからドキドキしてるもん。ねえお兄ちゃん、元気の出るおまじないしてくれる？ぎゅーって抱きしめてほしいな。はーい、お兄ちゃん。ぎゅありがとう。
かしたの？私とお兄ちゃん？兄弟かな。私は恋人って見られたいのよ。これならちょっとは恋人っぽく見えるかな。ありがとう。でも今はお兄ちゃんと手をつないでることの方が緊張してるかも。お兄ちゃんの手大きくなったよね。働いてる男の人のゴツゴツしてる手ってなんだかドキドキしちゃった。鴨下あかねです。よろしくお願いします。ううん、いいんです。みんな、私のことはあかねちゃんって呼んでね。短い間だけど、みんなといっぱい遊んで仲良しになりたいと思ってます。よろしくお願いします。お兄ちゃん、お帰りなさい。遅かったね。お仕事お疲れ様。だってせっかくのご飯なのに一人で食べるの寂しいもん。あ、お兄ちゃん待って。一度行ってみたいことがあるんだけど。ご飯にする？お風呂にする？それとも、わー